群馬大学共同教育学部付属小学校は、群馬県前橋市にある群馬大学教育学部に付属する国立小学校。2、群馬大学教育学部が荒巻地区に移転し、付属中学校も上、沖地区に移転されたため、付属特別支援学校と共に大学とは、離れた場所に位置している、自分を磨く子から豊かな人間性、学力、創造性から主として、 群馬大学教育学部と連携した優れた教員を養成するための教育実習校として全国的な視野に立った教育研究の実証校の実施、幼稚園、小学校、中学校の連携による一貫教育の推進、幼稚園、小学校、中学校、養護学校間の交流教育の実施を目的に設置された群馬県内一の教育研究機関としての小学校、 そのため、児童だけでなく、教員の養成をも目的とした教育がなされており、県内では珍しい、制服の導入、学年のクラスが一体となった、教室、独自の教育課程、インターネットにおける教育現場の公開、入学者選抜、小中一貫教育などを行っている。他の公立学校と授業進度、内容を変えて、研究のデータとして利用している。また、 教員も、公立学校と違い、8年を超えて勤務することができ、国立に分類されるが、校風としては、私立小学校に近いものがある。毎年、定員を大幅に超える入学志願者が殺到するため、入学試験を実施し、入学者を選抜している。そのため、毎年入学者の数に変動はなく、1クラス38人が3クラス、1学年114名を、 新入生として受け入れる。土以前入学学年は38人、X4 クラスイコール152人基本的に、編入制度はなく、一度入学したらそのまま卒業まで在学でき、卒業生はそのまま、群馬大学共同教育学部付属中学校へ入学するという小中一貫教育を行っている。ありがとうございます。